ビックリマンのエクストララジオ。この番組では花巻在住のスーパーラップチームが赤裸々なプライベートトークを繰り広げます。この番組を聞けばビックリマンのことが好きになったりならなかったり、あなたの貴重な30分という時間を奪いにやってきた。それではビックリマンの皆さん、どうぞ。聞きたくなってきた。いや、聞きたいよな。聞きたくなってきた。聞きたいっていうか、あのボタンどうかやったっけ。ゾザバでした。なんか聞いてきたな、これ。あれエクストラライジオ。ビックリマンのエクストラライジオ。今日は昼はカツ丼を食べたから、夜のご飯はペヤング。おお、はい、今までで一番良かったんですよ。すごい、うん、どうですか。 そんな人いませんか。エクストララジオ全然ないですか。いつも毎度のごとくそうだ、ね、ラジオでーす。なんかあゆだよ。そんな感じでいや、そんな感じでどういうシチュエーションなのか分かんないですよね。あゆ、今日あゆだ。あゆだよ。あゆだよ。今日あゆだよ。今日はあゆだよしか言えないいや本当に、うん、なんか変わったことでもあったの。いや特にないっすね。ないんだ。なんか特にないないんだ。ないんだ。そっか、うん、そっか、うん、じゃあ終わろうか。終わろう。今日はもう終わろう。終わろう。まあそんな毎日毎日、特に何も毎日リアルにないあるわけねえから。なんかないんすか。なんか、本当なんかないっすか。あったかな。何もしてないわけないっしょ。いや、何もしてないことないけど、何してるかな。そう、飯は飯食ってますね。食ってる。何食ってきたの今日。今日サンドイッチ。うそ、うん、作って、あの家で買ってなんか買ってね、うん、お金持ってるんだ。持ってんね一応。うんペソだけどね。ペソなんだ。ペソ使えるんだ、うん、誰もまあスカシの夕飯なんで興味ないから振ったの申し訳ないから安くなってたから聞いて。あ、安くなったものしか買わないですか基本。そうだ、ね、あまあそうだね、うん、だから売れねえんだよ。なんでいきなり喧嘩してんの。罵り合いになって。まあね、ちょっとね、最近はね、ちょっと何もないみたいなんで。そうだね。ちょっとね。まあね、やっぱ家建てたいな。家建てたいよね。いや、いいね。俺もね、それいいと思う。気になるよね。いや、家ね、やっぱね、お家をね、グレードアップしたら、やっぱお家で過ごす時間増えると思うんですよね。いいよね、やっぱり。お家時間ね。そしたいもんね。あったかいうちね。いやマジで家に興味あんだよな俺ら。家、これ聞いてる住宅メーカーのね、なんかあの営業マンの方とかはぜひね。そうだね。スポンサーっていう手もありますね。スポンサーっていう手もありますね。あの、はい、スポンサー、もう家のお話しかしない時とか、ガンガン部屋の話、部屋の話と、あとなんだろう、住宅ローンの借り方講座とかね、教えてもらえれば、教えてもらえるかもしれない。フラット35とか詳しいね。金利安いですからね今ね。だからね、ちょっと僕ら見ての通り、あのね、金持ってるんで家建てたいんで、なんかちょっと、はい、スポンサーになりたいっていうね。あえて今もね、壁の薄い部屋で、部屋で、はい、一番いいってことで楽しんで。今日ね、このマイク拾ってるかわかんないですけど、ポンズくんちのあのね、飼ってるカエルが、カエルが1万匹ほどいるカエルがね、今外で大合唱してます。3万になったらしいよ。人口増えてるんですね。3万ってやばい。右肩上がりなんだよね、カエルの量が。資産、カエルの量がもう1万から3万。やばいね。ありがとう。それ一方だろうね、うん、増える一方だろう、ね、うん、ポンズくんちもあれだもん、大農家の家だから、まあ大きいけど、なんか築年数は、ね、いやいや、大農家じゃないっすよ。そうっすか、うんうん、リフォームとかは考えてるんですか、ポンズさんは。リフォームは考えてないんだけど、
この家で、建てたいよね。あ、正しくね。いやー、家建てたいなー。建てたいわ、家はいいんだよ。建ててくんないかなー。お金くんねえかなー。足長おじさん。今だよなー。今なんだよなー。今なんだよ。ぶっちゃけ変な家でもいいっす。もうなんか人類で試してみたかったっす。こういう家みたいなののサンプルとして、住んでやってもいいよ。どんな家来るんだよ。キューブリックみたいな。キューブリック、キューブリック、キューブみたいな。キューブリック監督じゃねえか。監督だっけ。わかんない、もう深掘りしないでおこう、滑ったことは。今日あれ多分自己紹介してなくて。そうそうそう、自己紹介した方がいいの。やっぱいや、どういい、もうだってみんな、まあ、だって好きで聞いてんでしょ、だって。いや知ってるでしょ、友達みたいな。それがね、今回出張できた人がたまたま聞いてるかもしれないから、やっぱやった方がいいと思うのよ。確かにね。やった方がいいと思うのよ。おねえ。まあ、このラジオの、一番の見どころと言っても過言ではない、この自己紹介から、じゃあちょっと始めていきたいと思います。俺が MC 感だった、シュワルツネ。ドリッとしたね、このタレをかけてみてくださいよね。うまいから。神田です。シュワルツネ。シュワルツネ。ねっとり。すごい。急に行く方向変えた。やべえな。やべえ球投げんな。すごい球だったね。カエル泣いてんな。カエル泣いてんな。カエルの声。ケケ、行ったね。この冬はダルメシアン柄のセーターを巻きたいと思います。ニワトリです。すげえとっから球飛んできたの。2球、2球。分かれたからね、すごい変化だね。またね、ちょっと違う角度からの2球が投げられた後に。ダメージすごい。ダメージ。すげえ投げられたみたいな。すごいね。言葉ってすごい。ロマンすごいね。ダメージが。田舎から来たコンピューターチンパンジーの俺だ。チンパンジーだ。自己紹介で、チンパンジーか。映画の最初のセリフみたいな。コンピューターチンパンジー、これでレレみたいな。人情もの。映画帰ったら、家帰ったら、ほんまに。誰だ。ポンズです。ポンズさんです。猫まっしぐら、ペディグリチャムです。あれ？キャリーパンダのファンのペディグリチャムです。ここで言い直しです。一回滑ったバナナでもう一回滑ったって。わざと。しかも面白い。こんな話をするんじゃねえ、今日は。そうだね。かかるわ。メールが来てんだ。メールですか。おお、メール来たんですよ。みんな送ってね。お、これはハードリスナーがいるぞ。お、毎回聞いてきますか。ラジオネームサムゲットタンさん。また連発券じゃないですか。好きだね。サムゲットタンさん。サムゲットさん。ちょっと読んでみますね、じゃあ。サムゲットタンっていう瞬間のちょっとくしゃみが止まる。アレルギーが。いきます。はい。
シンボリルドルフ、シンボリルドルフの皆さんこんにちは。誰だよ。誰だよ。こんにちは。ビジュアル系バンドみたいな。調べて。僕はケツ、ちょっとあの、あ、ちょっと下品な下品なんだよな、サムゲットンさん。サムゲットさんっすか。サムゲットさん。ちょっと柔らかくして読みますね。はい、はい、僕はお尻の穴から世界経済を、それお尻の、それもうアウトじゃないか。お尻のお尻の下の方から言い直せよ、もう言ったから、もうダメだよ。世界経済を見つめている苦学生ですが、最近のミートパイ市場はどうもきな臭いですね。臭すぎて僕の鼻がフィリップス曲線描いて曲がっちゃいました。それはそうと、皆さんは俺が経済を回したったという大きな買い物をしたことはありますか。何で最後なんだよ、何だよ、その最後の質問途中のやつ、何だよ。経済を回したった、経済を回したったという大きな買い物、買い物、人造人間ぐらいですかね。持ってんの買った。一応ね、なんか使う日が来るって聞いたんで、ちょっと買ったんだ。そうだね、5年ローンで。見たことねえ。意外と経済を動かすほどのいくらしたの、人造人間。いや、25万5回ローンだね。5年じゃねえよ。75年しますよ。いやいや、待ってくださいよ、すいませんよ。違うなわけないじゃん。なんかこれからだよ、俺たちは。買うの、あ、経済回すの、まあね、でも今まで家買うしな。家買いたいしね、買いてえから、家とか価格で回るのかな、経済、ね、経済をね、直接回すって言ったらね、うちらがいくら曲を出したところで地元にお金が迷いってくるっていうのは、そうだよね、ちょっとね、イメージつかないですからね。でもクラウドファンディングとかもね、もう回す系なんじゃないのかな、直接。そうか、でもまあ豪遊してるかもしんないけどね。おい、2万だけ使って来た。まあ意外とね、そのね、募金とかもね、あーね、募金募いますけども、満額じゃなかった、満額のイメージだけど満額じゃなかったりしますからね。まあね、このトーク聞いて分かる通り、ね、分かるね、俺らお金ないから。そんな回したとかないよな、車とかしかないもん、ね、車ぐらいだよね、回したことはないな。買ったら回るもんか、車じゃんそれ、ハンドスピナー。車か、ハンドスピナー。え、あ、あの買ったら回る、うまいわ、うまいね、拾わなきゃよかったわ。けどどうすかね、これからちょっとみんな家買うと思うんで。家かな、これからかな、家ですね、家をちょっと30回ぐらい30回ぐらい年一で建てればいいかな。そうだね、ギネス毎年新築にする。嫌だから、嫌だから、やばい、もう嫌だから。うざい、外壁が気持ち悪いから気に食わねえわ。神社みたいなけどね、確かにね、ずっとね同じところに住んでるよりはちょっとね、なんかそういうふうに点々とね、いろんなところに住んでみたいなっていうのは思うけどね、経済回る話じゃねえけどね。難しいっすね、まだ回したことないかもしれないですね。そう、実感はないですからね。そう、実感を味わわせてくれたいっていうお金持ちの方はぜひいらっしゃいましょう。はい、一緒に回しましょう。一緒に回しましょう。行きましょう。はい、私も歯車になりますんで。なんかちょっとね、あの興味持った方いたらね、別になんかこういうことしたいんだけどどうすかって言ったらね、うん、まあ、足元見るんで、うん、はい、人にね、俺ら言われないとやらない、やらないよね。自発的にやってよかった試しがない、ないやっぱ誰かにそういうね、パスもらってシュート決めれる感じなんで、お待ちしてます、お待ちしてます、はい、なんか住宅
住宅メーカーさんの CM とか、ね、あーいいですね、あったかいからね、俺らね、暖房いらないから、うまいからな、表現が。そうだね、そうだね、住宅メーカーのね CM とかやってみたいですね、うん、壁とかね、言いたいもんこの壁オッケー壁は皮膚だから棟梁偽物じゃん壁は皮膚だからそれをでも売りにしたいですよね、もうね、もうね、皮膚を壁に搭載したサイボーグ、サイボーグこれこそね、コンピュータチンパンジーのつながってるやばいじゃん、牛耳ってるからね、牛耳ってるからね、裏で、ね、家か、まあ、人造人間、人造人間どっちかね、家族会議して、ね、ちょっと網だくじでちょっと決めましょう家買う側で、片塚さんだけ人造人間買う19号かな19号、俺は19号かなって、19号って男の方、あ、どれだっけ男の方じゃん、太ってるやつ太ってるやつ、あれごついやつ、ごついやつ、白いやつ、19号って男の方になってるやつ、尖ってる、ああ邪魔に出てくるおじさんと太ってるやつ、あれがいいや、あれ、やっぱ違うわ、どうでもいいな、これ響いた、響いたって感じでどうですか、サムゲッタンさん、そうですね、逆にサムゲットさんがなんで言えねえんだよ、サムゲットタンさんが経済回したっていうのもちょっと聞いてみたいです、そうね、はい、あ、そうなんですね、わかりました、ありがとうございます、ありがとうございました、たくさんメール、このようにね、はい、お待ちしてます、どうしよう、お待ちしております、はい、いきなり業務的にいや、やっぱ盛岡っていいよね、お編集、お総編集でいけるんだね、すごいっすね、盛岡ってさ、ね、いいですね、どうですか、お聞きの皆さん、盛岡、そうですよね、これラジオ盛岡さんなんで、僕らね花巻ですからね、そうね、あ、今もね花巻からお届けしてる、はい、ラジオです、生放送で、リモートで、リモートで、はい、おの各自リモートで、リモートでやってるですね、あの蜜を避け、盛、うん、はい、岡けど ね, ね、そうね、やっぱその憧れというかやっぱ好きだよね、あ、うん、ぶっちゃけ、いや、もうなんかさ、うん、どんどん都会になってきてるしさ、いい感じになっていくよね、うん、ちょうどいいって言い方はあれだけど、なんか、うん、なんていうかね、自然と調和してる感じ、そうだよね、自然と、自然もいっぱいあるし、ね、街並みが調和してるかもしれないね、川が多いじゃない、盛岡は盛岡は、だから街中に入ってるもんね、ね、だから橋とかが多いから、やっぱりちょっとそういうのって今まで言われなきゃピンとこなかったけど、ね、好きだわ、うん、いいよね、あの北上川がね、あの町の中に、ね、入ってね、あって、ね、はい、そうだね、うん、電車から行ったら、うん、あそこの新しくできたエリアの切符市とかね、あ、なんかちょっと、ね、また面白いところもできてるんでね、うん、ちょっとそこでぜひ、ね、うん、まあ、スポンサーに、ね、切符市さんね、また、はい、5分喋って金に持っていく5分喋って金に持っていくっていう、うん、あの手法で、ね、はい、駅とかもすげえ、すごいなんか、なんていうの、綺麗になったじゃん、あ、フェザン、フェザンさんとか、いや、男フェザンさんとか好きだな、フェザンいいよね、うん、駅ビルだし、変わってなんか行きやすくなったね、うん、男も、うん、あ、ノースフェースとかあってさ、あ、そうだよね、入ってるもんね、うん、もうあっという間にさ、あれだよね、いつからなんか直して新しくしてたんだろう、うん、昔ほら自動改札じゃなかったし、まず、あの人いてさ、切符渡す感じで、うん、そうだね、多分降りて地下の、うん、なんだ、地下商店街みたいなの、うん、左側にあったじゃん、うんうんうん、あったよね、うんうん、あれはあれですげえ好きだったけど、 あれはもうないの、今もうない、もう超あれだよ、ビルディングだよ、もう、え、そうなの、めっちゃなんかね、うおーって感じ、すげえ街じゃんみたいな、パツパツになんか店舗が詰まってた、あの地下商店街もないの、じゃない、じゃない、もう、じゃあもういいわ俺は、なんでよ、もういいわお土産屋さんとかちょいっぱいあるよ、あるね、へえー、いい感じの、いい感じの、うん、好きだな、好きだな、やっぱり、うん、なんかね、ぜひね、ビックリマンのねグッズを作りたいとか、お土産屋さんとかね、ぜひちょっと、はい、福田パンさん、福田パンとねコラボとかね、やりてえやりてえって、お前はしたない盛岡といったらね、福田パンね、福田パンね、いや、うん、
まあ今ポテトチップス食べてますけど。カルビーのね。カルビーの。どうですか、カルビーさん。カルビーさんから全然連絡なくて。毎回食べてますよ。毎回食ってるよね。うん。乾いたものばっかり。そうなんですよね。うん、南部せんべいとかも食べてえな。あ、南部せんべいね。チョコ南部とかも。あれうまいね、うん、あれ、うん。男も買いやすくなったしね。買いやすくなったその目線なんだ。買いやすくなった。男だとスイーツ買いづらいとか、はいはい、お菓子買うの買いづらいっていう、うんうん、ね、まあ、そんなに生かさらないんだけど、うん、生かさらない盛岡、あ、盛岡にそうだね、行く機会がね、行くとなんかやっぱ夜、うん、夜もいいしね、うん、俺ら行くとしたらもうクラブだもんね、そうなんだね、夜に行ってね、まあ、80% ぐらい一軒夜普通だから、なんか普通に飲みに行ったりとかもっと してみたいんだけど、うん、飲みにだけ行くってことはあんまないからね、そうね、決まって、うん、もつ焼きかしらさんとか、そうだね、あ、そうだね、スポンサーどうでしょう、うん、もつ焼きかしらさんうまいんだな、うまいね、かしら好きだな、めっちゃ繁盛してる、繁盛してるって言い方だ、嬉しいよね、めっちゃ、ね、なんかそこも花松も、そうだね、そうだね、店長もね、同級生っていうか、うん、仲いいやつが、ね、唇に明太子貼り付けてるチャームポイント毎日、毎朝ね、毎朝絶対こうアンパンマンバレに毎日食べてる、そんぐらい味がね、うん、舌超えてるやつ、やつ、ね、友達というか同級生がねあんなにね盛岡でね、うん、なんかすごい嬉しいね、うん、なんかねスポンサーどうかなと思ってうまいし、うまいしね、マジで、もつ焼きかしらさんでもぜひね、うん、はい、後で話しましょう。ここじゃ言いづらい話。具体的な話しましょう。しましょう。敬語だって。僕ら花巻なんで、やっぱり盛岡のね、人たちでね、そういう企業をやられてる方とかとね、なんかつながりがあんまりないんで、これを機だからどこかね、皆さんで集まって、そういうここじゃお話ししづらい話もしてみてはいかがでしょうか。もう金の話しかしねえじゃねえ。困ってんじゃん。家建てたいからね。家建てたいからね。まあね。盛岡か。盛岡のクラブかな。クラブで行くのがあるからね。面白いもんね、やっぱね、クラブは。すごく。音楽の街だからね。うん、レコイチとかやってるし。何なんだろう。すげえ特殊な。文化っていうか、そうだよね、盛岡って音楽のフェスの石垣とか、石垣とかね、うん、ぜひね、そうだね、うん、超すごい、すごいっすね、ほんと、すごいね、盛岡さんは、ね、盛岡さんね、石垣ミュージックにはまだ一度も、ね、出てない、いただいてないんで、ほんとに出たいんですけど、ね、でもやっぱ出たいって言わないとっていう、いや、石垣とかね、出たいっすよね、出たい、はい、ずっと思ってるんですけどね、うん、ヒップホップだっけからとかっていうことじゃないんでしょうけどね、そうっすね、うん、出たいっすね、うん、マッドブリッジとか出てたよね、同級生がやってる、そうだね、マッドグループの盛岡のマッドブリッジは出てた ね、 ね、うん、なんか悔しい、別にラップじゃなくてバンド編成でもやるんで練習します、はい、メロコア系でもやるんで、うん、はい、メロコアアルバムとか出したら、メロコアアルバム出そうか、もう昔のビースティーみたいにね、うん、もうね、それは面白いな、うん、ね、じゃあそれでいこうか次は、うん、うん、そうだね、ラップしないで、ラップしないでセプテンバーンみたいなこと言うの、えいや、なんかわかんない、マリア、マリア、竹内マリア、完全にその言い方、竹内マリアのセプテンバーン、セプテンバーンと誰か立ったみたいな、何でもやるんだよ、ほんと、あれ回し芸人もやるんだよ、そうですね、まあね、もしね、盛岡が受け入れてくれるんだったら、もっとね、いろいろ盛岡のね、街並みもね、貢献していきたいですよね、うん、なんか、いや、なんかここ行ってみてくださいみたいなやつとかも教えてもらいたいですよ、ね、なんかメールくるさ、そうだよね、そしたら全然店にね、良、うん、ければ収録ですね、お蕎麦屋さんとかさ、そうですよね、はい、もちろんリモートでですけど、リモートリモートでしかやらない、ガツガツしてんのガツガツしてんの、ほんとにね、もうね、うん、まあ、さっきから言ったけど、クラブのさ、うんうん、ところだよね、俺はやっぱね、面白いと思うんですよ、うん、クラブ、盛岡をなんで行くかって言って、クラブが
面白いのいっぱいある。そうだね、花巻は戦争ないからね。ないですからね、うん、それがやっぱ面白くて行っちゃうんだよな、うんうんうん、夜とかもう花巻に1時ぐらいまでボケっとしていて、うん、今からちょっとクレイツ行こうかなとかそうだね、うん、そうだよね、そういうのがね、うん、ゲスト来てる時とかね、はいはい、ゲスト見にとかもともとやっぱり45分1時間かけて行ってたからさ、やっぱりその移動が別にね、うんうん、苦じゃない、苦じゃないんだよね。酒も飲まないで帰ってくるしね。そうだね、めっちゃね、うんうん、なんか始発で帰ったりとかも、ね、ああそれもありだね、うん、で起きたら一駅過ぎてたりとかさ、あー朝かね、なんで一駅で、はいはい、一駅じゃんみたいな、動き出した瞬間に起きたりとかするんだよね、はい、花巻から。しかも朝方とかだともう携帯の充電もなんか切れてたりするからさ、うん、あるな、俺釜石まで行っちゃったんだ。もう釜線で帰ってくる。そうそうそう、珍しい、たまたま乗ったのが釜線。北上だからさ、その電車乗るのも本当はあれなんけど分かってたのさ、はい、寒くて冬で、はいはい、だからとにかく電車乗んないと死ぬと思って、けどこれ花巻でちゃんと降りないと釜石行っちゃうからって思ってたけど、はい、もう気づいたらもう聞いたことない駅だからね。あれは衝撃だった、衝撃だったね。寝てつくもんなんだね。寝てついてね、釜石の一歩手前まで行ったよね。バカみたいな顔して寝てたんだろうね。で、釜石買ってる時とか、なんだこのこいつみたいな。ベロベロね、ベロベロね、うん、寒い、トレインスポッティング、ジャケットみたいな。やだやだ、もう結構交通の便がもうちょっとあったらね、なんか夜3時とか1本あるとか、もっとなんかそのやってほしいわ、ね、飲みに行くので盛岡とか行けたりね、JR、ねね、さん、うん、銀河鉄道頑張る、東北温泉、そう電車好きだしな、うん、好きだな、電車も好きだな、1本ね、うん、1本欲しいね、うん、南からもしね、そういうことやるってなったら、CM やるんで、本当にね、はい、ノンさんと一緒にね、ノンさんと一緒にやろう、ノンさんと、ね、そんなに俺ら CM やってくるかね。ないね、それこそね、あの頑張ろう、俺らがミスチル級だったらさ、もうさっきのミスチル、ね、あのメールじゃないけどさ、ミスチルって経済回してるないになるんだけどさ、まあそうだね、それと繋がってるんですよ、そうだよね、経済回したいんですよ、家買って、ミスチルとかはさ、うん、もうライブしただけで経済回すもんね、そういうことですよね、うん、まだそういうそこまでの実感もないので、うん、もうそろそろ、ね、じゃあ終わらなきゃいけない感じなんで、はい、じゃあ終わります、はい、最後の一言、じゃあお願いします。サモハンエクストラジオ、お送りしました花巻在住のスーパーラップチーム、ビックリマンによるエクストララージオ。もし万が一彼らとお近づきになりたい、突っ込んだり絡んだりしたいという方は、ラジオ盛岡のホームページからか、E メールで 769@radiomoriokacojp までメッセージをお送りください。なお、この番組はラジオ盛岡のホームページで何回でも聞くことができます。こちらもぜひチェックしてくださいね。ビックリマンのエクストララジオでした。